何にしようかな。入れる場所は、どこか行きてえのか？よなんだよ、俺に言おうか。あ、いた。もうフィーってば、私を置いて一人で行かないでよ。ったく、ライザが来ると途端に騒がしくなるな。どういう意味よそれ。そのまんまの意味だよ。なんか懐かしい気持ちになってくるぜ。レント、なんか年寄りっぽいこと言ってる。この3年で老け込んだんじゃない？あのなごめんごめん。でもレントの気持ちちょっとわかるかも。みんな一緒だとやっぱり3年前の冒険を思い出しちゃうよね。あの時の冒険に比べりゃ今回の冒険は楽勝だろう。島に住むただのガキがクリント王国を滅亡させた化け物どもと戦ったんだぜ。改めて思い返すとかなり無茶してたんだね。それに気づかないでやってたんだから怖い話だよな。ま、お互いガキだったってことさ。身も蓋もない言い方だな。確かにそうだけど、でもまたレントたちと一緒に冒険できるのとっても嬉しいよ。ライザの冒険好きも相変わらずだな。何年も剣術修行に出てるレントに言われたくない。レントはどう？もしかして無理に付き合わせちゃってない？別に無理に付き合ってなんかいねえよ。でも最初は一緒に遺跡に来てくれなかったし。あれは、考えてみたら遺跡の中って魔物がうようよいんだろ。そいつらと戦うのも修行になるかもなって思ったんだ。まあそういうわけだからよ、変なこと気にしてねえで遺跡探索頑張ろうぜ。うん、そうだね。どこへ向かうつもり？どんな依頼があるか。
ならすぐに報告できそう。すぐに報告できるね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 。これならすぐに報告できそう。どこへ向かうつもり？よし、行くぞ。なんだ、フィーじゃねえか。気に入られてるね。そうみてえだな。てか、なんでこんな懐かれてんだ。特に何かしたわけでもないのによ。もともと人懐っこい性格なのかも。それにレントって小動物に懐かれること昔からあったじゃない。そもそもこいつ動物じゃねえだろな。あ、そうだろフィー。あのな、お、なんだよ今度は。しつこくしすぎて怒らせちゃったかもって不安になってるんじゃないかな。そうなのか。バーカ、ちっこいやつが遠慮してんじゃねえよ。本当にレントが好きなんだね。できればもう少し落ち着いてくれるといいんだがな。どこに行きますか。よーし、行く。やっと座れましたね。お茶に行くという話だったのに、何時間も買い物に付き合わされるとは思いませんでした。ごめんね、つい夢中になっちゃって。別に怒ってはいません。でもなんだかここ最近二人ともはしゃぎすぎじゃないですか。そりゃあねえ。うん、だって私たちあとどれくらいこっちで一緒にいられるかわからないでしょ。だから一緒にいられる間だけは思いっきり二人の時間を楽しもうって決めたの。そうそう、そういうこと。あら、そうだったんですか。それはお邪魔しました。お、待って待って、帰らないで。ごめんなさい、邪魔者扱いしたわけじゃないんです。パトリツヤさんにもいてほしいんです。別に気分を害したわけじゃないですよ。お二人の関係は分かってるつもりだし、一緒にいられる時に思いっきり二人の時間を楽しむ、その考えを尊重したいというのが私の本音ですから。でもパトリツヤさんも数少ない私の友達だし。同じく貴重な女の子のお友達なんだよ。そこまで言うなら一緒にいるのもやぶさかではないけれど。ありがとうパトリツヤさん。お礼を言われるほどのことじゃありません。ただにいてほしいっていうのなら、やたらと二人の世界に入るのやめてもらえません。はい。二人の世界？時々というかかなり頻繁に私がいることを忘れてる状態になることが多いですよね。え？そんなことないよ。うん、
ハトリチアさんのことを忘れるなんてありえないよねえ。いや、だからそういうところを。いや、もういいです。別に悪い気はしませんし。それにしても3年間会ってなかったのにこれだけ仲がいいなんて。きっとお二人は10年離れてたとしても大親友として変わらず再会できそうですね。バティ、何か言った？いいえ、何も。仲がよろしいようでごちそうさまでした。後でカフェにでも行ってみようかな。フィーはどう思う？どこへ向かうつもり？よし、行くぞ。ちょっとだけ休む。よし、休んじゃおう。はい。失礼する。どうしてここに？どうしても何も。私はここの大家だが、来てはいけなかったかね？いえ、突然で驚いただけです。私とて時には自らの足で視察したりもする。今日は君に頼みたいことがあってね。できるかね？はい、大丈夫ですよ。これが発注書だ。確認してくれたまえ。はい、これなら何とかなると思います。そうか、ではよろしく頼む。ウォルカーさんがわざわざ来るなんて、大事な依頼なのかな。頑張らないと。ねえ、どこに行くのさ？よし、行くぞ！はい、空いてますよ。わあ、三人一緒なんてどうしたの？そこでばったり会ったんだよ。しかも、みんな目的が一緒でな。島でもオートでもライザのアトリエはみんなのたまり場だね。すっごく嬉しいよ。冷たいもの入れるから適当に座ってて。それにしても大人になってからもこうしてみんなと冒険できるなんて、なんだか夢みたい。しかもみんな3年前よりうんとたくましくなって、とっても頼りがいある感じがするよ。でも一番変わったのはやっぱりトウ君かな。間違いないな。俺も最初に見た時はタオとは分からなかったし。僕はみんなよりも年下だからね、早く追いつかなくちゃと思って必死だったんだよ。だからって変わりすぎだろ。数年後には追い越す勢いじゃねえか。でもさ、一番変わったのはタオだけど、クラウディアとレントンもすっごく変わったよ。クラウディアは大人のお姉さんになったし、レントはかなりワイルドになったよね。そうだね、歴戦の戦士感が出てきてるよ。ああ、実はそれがずっと気になってるんだよな。え、どうして？いや、自分で気づいてすげえ嫌な気持ちになったんだが、だんだん親父に似てきたような気がして。ああ、確かに似てきてるかも。
微妙にやさぐれた感じとか特にね。このまま行くと将来的には間違いなくザムエルさんっぽくなりそうだね。マジかよ。ならいっそさっぱり小綺麗になっちゃうっていうのはどう？うちの紹介で扱ってる化粧品がたくさんあるから今度持ってくるよ。おお、マジか。そいつは助かるぜ。でもさ、それって毎日使わないといけないんだよね。朝とお風呂の後と寝る前の3回かな。乾燥してる日は一日中こまめに塗ったりとか。絶対三日坊主で終わるね。初日すらちゃんとできないんじゃないかな。言いたい放題言いやがって。ま、俺も多分そうなる気がするけどさ。こうやって話してるとずっと会ってなかったのが嘘みたいに感じるよ。近いうちに多分また離れ離れになっちゃうけど、これからもずっとお友達でいてね。あのな、当たり前のこと言ってしんみりすんのやめろよ。そうだよ、クラウディアは僕たちにとって大切な友達なんだからさ。私たちの友情は距離や時間で壊れるほど脆くなんかないでしょ。そうだね。みんな本当に最高のお友達。ずっとずっと仲良くしようね。どこに行くの？よし。3人とも、ちょうどよかった。見てもらいたいものがあるの。なんだ、面白い食材でも入ったのか？これ、なんだ？あ、それって空間フルーツ。そうそう、空間で、空間フルーツ？リュコの実でしょ？その実は僕たちの故郷の特産なんだ。向こうでは空間フルーツって呼んでるんだ。なんでここでは名称が違うのかは僕もわからないけど。なるほど、そういうことなのね。でもゼフィーヌさん、どうして空間フルーツがここにあるの？前に来た時に王都の料理は島で食べた味付けと違うって言ってたでしょ。まだそれ引きずってんのかよ。だからあれはまずいって意味じゃなくて。落ち着いてレント君、ちゃんと分かってるから。ただレント君たちは3年も島に帰ってないとも言ってたでしょ。だからここでライザたちの故郷の味を再現できれば、オートの味と故郷の味を2つとも楽しむことができる。それってちょっと素敵だと思わない？ちょっとどころかすごく素敵だよ。あれから僕ずっと食べたくて仕方なかったんだ。俺もどうにか再現しようと思ったんだけど、料理は得意じゃなくてな。ここで食えるならマジで最高だぜ。これでまたしばらく島に帰るのが遠のきそうね。お店に出せる料理が完成したらご馳走するから、その時はぜひ食べてみてね。うん、ごめんねゼフィーヌさん、2人のせいで大変なお仕事増やしちゃって。気にしないで、別に私の仕事が増えるわけじゃないから。え、どういうこと？だって料理担当はマスターだから。うわ、マスターにも迷惑かけちまったか。俺の一言でとんでもねえことに。全然気にすることないわ、むしろどんどん言ってほしいわ。あれだけ言ってるのに、いつまでたっても私以外の人を増やしてくれないんだから。
マスターにも少しは頑張ってもらわないとね。ゼフィーナさん、なんか怖いかも。どんなに好きな仕事でも忙しすぎるのは良くないってことだね。どこか行きてえのか？よし。デニスさん、鉱石の方はどう？うん、思った通り別の金属が混じってるものが結構出てきたよ。ただどれも探してるものじゃなかった。あ、そっか。最後の悪あがきではあったけど、やっぱり奇跡でも起きない限りダメだったかな。まだ鑑定してない鉱石はあるの？私も手伝うよ。助かるよ。さすがに少し疲れちゃってね。どうしたんだいフィー？ダメよフィー、静かにしないと。その鉱石が気になるのかい？この鉱石が、ん？どうかしたの？この鉱石変だ。この大きさにしては明らかに重すぎる。やっぱり他の鉱物が混ざってる。でもこれは一体、まさかテニスさん。僕は鉱石に関してはかなり詳しい方だという自信があるんだけど、これが何なのかわからない。こんな特徴のものは聞いたこともない。それだよデニスさん、とうとう見つけたんだよ。まさか本当に見つかるなんて。やった、とうとう見つけた。間違いなくこれは未知の鉱石だよ。最後まで諦めないで悪あがきしたおかげだね。おめでとうデニスさん。ああ、でもこの鉱石、信じられない硬さだ。これうちにある道具で加工できるかな。ちょっと見せて。確かにかなり硬い鉱石。これを加工できる道具となると、なんとかなりそう。デニスさん、道具の方は私に任せて。どうするつもりなんだい？私の錬金術でこれを加工できる道具を作ってくるよ。金属を作るのはダメでも、細工に必要な道具くらいなら作ってもズルにはならないでしょ。頼んでいいかい、ライザ？もちろん。どーんと大船に乗ってよ。よろしく頼むよ。こっちはすぐに細工を始められる準備をしておくから。感情を表に出さないから
どう思ってくれてるのかわからなくて。オーレン族も小動物を飼うことはあるの。私も飼ったことがあるわ。だからフィーのような生き物は可愛く思ってる。私は好きよ。フィー、よかったね、フィー。いるけど。そっか。それじゃあ悪いんだけど、一つお願いがあってさ。実はね、さっき行商人から聞いたんだけど、王都の近くで魔物に襲われる事件が多発してるらしいの。え？ただその魔物は人間には興味なくて、持っている食料を狙ってるみたい。現に襲われてるのは食料を大量に持った行商人ばかりだからね。荷物を置いて逃げ出す行商人には目もくれないで、荷物に夢中になってる姿も目撃されてるって話だし。間違いないですね。怪我人は？狙いが荷物とはいえ、さすがに無傷とはいかないよ。襲われた人は全員軽傷。でも精神的には致命傷に近い傷を負ってるはずよ。行商人にとっての荷物って財産だからね。命に関わる非常事態なんだから。王都の警備や守備兵は動いてくれないんですか？何度も言ってくれたらしいけど、あの魔物腹が立つくらい警戒心が強いのよ。強そうな奴の前には絶対に姿を現さないの。見つからないんじゃ手が出せないわ。つまり警備や守備兵とは全然違う、私の前には出てくる可能性があるってことですね。そういうわけでさ、おとりになって魔物退治してほしいなんてひどいお願いなんだけど、引き受けてもらえる？もちろん。これ以上行商人の人たちに被害を出すわけにはいきません。本当助かるよ。ありがとね。詳しいことはこれに書いておいたから後で見て。冗談抜きでさ、笑えない被害なんだよ。せかして悪いけど一刻も早くお願いね。ロミーさんがこんな真剣に頼んでくるなんて。とにかく急いで行った方が良さそうね。タオとパティだ。こんなところで何してるのかな。いや、どうしたの、ライザ。仲良く歩いてるのが見えたからつい。もしかしてデート中だったりして。勘違いです。私たちはただ買い物に来ただけで。ですよね。そうなんだ。いい本を売ってる本屋を案内してあげたところなんだよ。あ、そこの露店にも本が売ってる。あんた、タオは本が好きなんだから。昔からなんだ。あの様子だときっと本を買うと思うの。
そしたらどんな本を買ったのか聞いてあげてね。タオ、すっごく喜ぶと思うから。応援してるよ。頑張ってね、バティ。え？嘘、気づかれた？私がタオさんのことを。あ、でも応援するってことは、つまりライザさんは本当にタオさんのことを。ごめん、お待たせ。ライザは？あ、行っちゃいました。他に用事があるみたいで。そっか、ライザも忙しそうだからな。それよりタオさん、何かいい本は見つかりましたか？そうなんだ、聞いてよパティ、すごく懐かしい本を見つけてさ。これは僕が小さい頃に読んだ歴史の本なんだ。多分歴史に興味を持つきっかけになったのがこれなんじゃないかな。もしかして面白そうって思った？ええ、とっても。今度来るとき貸してもらえます？もちろん。いや、今貸すよ。僕はもう内容を暗記してるから。本当は本が好きなんだから。おう、どこに行く？よし、行くぞ。またみんなと冒険できるなんて、なんだか夢みたい。どこに？これ以上好き勝手させないよ。みんな気をつけて。くれ、ちょ、せーか、連続よ。ふっ、ライザ、力を見せろ。針がねえのもつまらねえな。かな、早くロミーさんに報告してあげよう。ロミーさん、例の魔物は退治しましたよ。すごいよライザー、やっぱりライザに頼んで正解だったわ。ちょっと大変でしたけどね。無茶言っちゃってごめんね。でも少しでも早く退治したかったのよ。頼んできた時のロミーさん、真剣だったから。うん、まあ最初に言った通りさ、肉体的な怪我は大したことはないんだよ。けど行商人にとって苦労して仕入れた商品が売れる前に破損するのって本当に大変なことなの。確か命に関わるって言ってましたっけ。全財産を一瞬にして失うんだよ。
死んだも同然の気持ちになるのは当然でしょう。私も駆け出しの頃に一回経験したことあるんだけど、今でも夢に見るくらいのトラウマだよ。本当に心折れかけて死ぬしかないとか、こんな商売やめてやるって本気で思ったっけ。まあもう何年も前の話だけどね。そんなことがあったのに、どうして辞めないで続けようと思ったんですか？あ、そりゃもう、ほら。すごく楽しいのよね、行商に行って。本当、大好きな仕事なのよ。どこに行くの？よーし。タオとボースいるかな？見かけたら声かけてみようね。ライザ、ここは学生が多い区画なんだ。遊ぶなら別の場所へ行け。遊びに来たんじゃなくて、ボースを誘いに来たのよ。ほら、そろそろお茶の時間だしさ、一緒にお茶飲みに行かない？それはどう考えても遊びの誘いだろうが。俺は読んでおきたい本があるんだ。勉強勉強ってそればっかり。少しは休むことも必要だよ。タオとレントも一緒なんだろう。うるさくて休めたもんじゃねえ。ううん、あの白状二人組は来ないから、今日は私とボースの二人。フィーフィーあたしとフィーとボースの三人よ。なるほど、そういうことなら少しだけ付き合ってやろう。ライザには聞いておきたいこともあったけどな。聞きたいこと？って感じで、ラーゼンボーデンはいつも通り静かで緩やかでまったりとした平和な村のままだよ。そうだ。で、他に聞きたいことは？いや、十分だ。俺の離れていた3年間、特に大きな問題は起きていないようで安心した。ランバーもしっかりと父さんの警護を務めているようだしね。それにしても、まさかこんなに島とか村のことをいろいろ聞かれるとは思わなかったわ。俺が戻った時、島の様子がわからなければ顔役であるブルネン家の人間としては失格だからな。それでお前は？はい。ライザの方はどうなんだ？先生をやってるんだろう。成り行きでね。錬金術を教えるはずだったんだけど、普通に勉強を教えるようになっちゃって。まあ正式な教師ってわけじゃないから、小さい子限定の先生って感じでやってるよ。意外だな。何よ、どういう意味？村の同世代で一番しっかりと大人の道を進んでいるのがお前だということがだ。俺はてっきりタオか俺のどちらかだと思ったが、変わるものだな。何よ突然。それ褒めてるよね。意外だと驚いているだけだ。調子に乗んな。はいはい、まあ同世代一のしっかり者なんて言われてるのも時間の問題でしょ。こっちですごく勉強して大人になったボースが帰れば、
同世代一のしっかり者の座は剥奪確定だし。当然だ。それで少しは休めた？余計な心配すんじゃねえよ。ブルネン家の男はヤワじゃないんだ。ブルネン家の男だって人間でしょ。レントもタオもボースのこと心配して。ってボース、その手どうしたの？豆だらけでボロボロじゃない。あ、ああこれか。気にするようなことじゃない。そういえばレントも気になること言ってた。勉強以外にも何かやってるの？さて俺はそろそろ行くぞ。悪くない時間だった。島のことも聞けていろいろと安心できたからな。あ、ボース言っちゃった。聞いちゃいけないことだったかな。どこへ向かうつもり？よし行くぞ。邪魔するぞ。いらっしゃい。最近よく来るね。もしかしてまた何か見つけてきたの？いや、まあ頼み事には変わらねえんだがな。ライサ、こいつを直せるか？これって何かの道具？俺が愛用してる仕事道具、つまり相棒さ。だがこの前壊れちまってな。直せそうか？うん、大丈夫。素材があれば直せると思う。そいつは助かる。急ぎで頼めればさらに助かる。任せといて。何にしようかな。これなら強くなるはず。入れる場所は何入れよっかな。何入れよっかな。何入れよっかな。いろいろやってみたいな。ライザ、俺の相棒の様子はどうだ？ちょうど今、修復作業が終わったところだよ。これは…どう？素晴らしいぜ、ライザ。パーフェクトだ。本当？ああ、期待をはるかに上回る出来栄えだ。嘘だろ。初めて手に入れた時だってここまで綺麗じゃなかったのに。これもしかして強度を上げてくれたのか？また壊れちゃったら困るかと思って。余計だった？
その逆だ。よくやってくれたぜライザー。まだまだこいつとトレジャーハンティングを続けられそうだ。それ本当に大事にしてるみたいね。何年も使い込んで何回も修理した跡があったよ。ああ、こいつとは俺がトレジャーハンターになった時からの付き合いなんだな。手入れはもちろん、壊れたとしても絶対に自分の手で直すってルールにしてるんだ。あれ、それじゃあ私が直したのってまずかったんじゃ。こいつは相棒であると同時に命綱でもある。何度もこいつのおかげでピンチを乗り越えたからな。そしてライザ、お前は俺を疑うことなく信じてくれた。命を預けるなら自分を信用してくれた人間にってね。それだけのことさ。相棒の修理ありがとな。今度は調整も頼みに来るぜ。相変わらず芝居がかった話し方なんだから。でもちょっと嬉しかったな。何作っちゃおうかな。入れる場所は、何入れよっかな。何入れよっかな。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。さあ何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。さあ何を入れよう。どれを使おうかな。どれを使おうかな。あれを入れたらいい感じ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 かな。どれがいいかな。本当に問題ないか確認しないと。どこに行こうかな。よーし。こんな時間に買い物かい。こんな感じ。すごいな、ライザの作ってくれたこの道具は。普通の道具じゃ傷をつけるだけでも大変だったのに、こ
こんな簡単に削ることができるなんて。どう？錬金術ってすごいでしょ。ああ、感動したよ。これならどうにか完成させられそうだ。ライザにはいろいろ面倒をかけちゃったね。そんなことないよ。だって応援するって言ったでしょ。作品作り最後まで頑張ってね。すごいの作って目指せ優勝だよ。どこかい？どこに行きますか？よー。レントは。フィー。またお前かよ。あれ、なんかちょっと声にトゲが。なんだ、ライザと一緒じゃねえのか。中なんだからさ。びっくりしちゃったよね。レント、ちょっと疲れてるだけだと思う。嫌いにならないであげてね。ありがとう。元気ないし心配だけど、聞いても教えてくれないよね。時間が解決してくれるといいんだけどな。おう、どこに行く？よし、行くぞ。ごめんくださいな。ロミンさん、どうしたんですか？珍しいですね。ライザに報告しておくことがあるの。突然だけどロミンさん、行商人に戻ることにしたわ。え、本当突然ですね。急にどうしちゃったんですか？私が行商人の仕事を好きってのはライザも知ってるでしょ。けど休息も兼ねて思いつきで店を構えてみたら、なんかそっちはそっちで楽しかったのよ。繁盛してるのが目で見てわかるから、なんか生きがい感じちゃったりしてさ。けどライザと話してて思い出したの。どんなに苦しくてもやめられなかったくらい行商人の仕事が大好きだった自分をね。優秀な従業員も育ってきてるから店は任せられると思うし、戻るにはいい機会だと思ったわけよ。そっか。うん、いいと思いますよ。やっぱり店主のロミーさんより行商人のロミーさんの方が似合ってます。それに行商人に戻ってくれるなら、私が空剣島に帰っても会えると思うし。もちろん、今度は空剣フルーツだけじゃなくてライザの新作も買い付けに行かないといけないからね。まあ今日明日とかにすぐ戻るわけじゃないから、もうしばらくオートにいるんだけど、新しい、いやいや元通りのロミーさんのこと今後ともよろしくね。
おう、どこに行く？よし。何か買う？また見に。どこか行きてえのか？よし、行くぞ。鉄と油の匂いがすごいね。全く別の町に来たみたい。ピーン。どこか行きて。よし、行くぞ。これで大丈夫かな。いい感じですか？これは驚いた。想像以上だ。この短い間に一体何があったのかね。何がって言われてもな。遺跡でいろいろ新しい素材を見つけたからかな。まあ、私も毎日頑張ってるってことです。まだまだ発展途上なので。なるほど、それは末恐ろしいな。今後も頼らせてもらうとしよう。はい、私にできることなら。ねえ、どこに？よし、行くぞ。はあ、
本にも遺跡の手がかりはなしか。タオでも見つけられてないのに簡単にあるわけないよね。そういえばフィーはどうしたんだろう。いつもなら遊んでって来るのに。こんなところにいた。遊び疲れたのかな。最近よく寝てるな。遊び回るのも大変だけど、これはこれでちょっと寂しい。どこか行きてえのか。よし行くぞ。いらっしゃーい。珍品名品買い取るよ。鑑定だけなら無料だよ。ロミーさん、そんな呼び込みで珍しいものなんて手に入るんですか？結構手に入るものよ。今日もすっごいの3つも買い取ったし。意外と手に入るものなんだね。王都は行商人以外も集まる町なんだから、呼び込みでもそれなりに見つかるものなのよ。って言っても、うちの従業員の子たちですらこの辺はまだ理解できてないのよね。だから今のうちにしっかりそれを分からせるために、ロミーさん直々に実践してみせてるってわけ。出発の日まで忙しくなりそうですね。まあね、本当はのんびり行商の準備とかしたかったんだけど、そうもいかなくて。従業員もいるし、なんだかんだで王都の流通牛耳る程度には店も成長させちゃったでしょ。だからなんか放っておけないのよね。ま、愛着ある店だから当然なのかもしれないけど。行商人に戻った後で、実は店主の方が向いてたなんて言わないでくださいね。そんな風に言える日が来たら、それはそれで悪い気はしないけどね。ま、とにかく私もまだしばらくは王都で店主業頑張ってるからさ。珍しいもの見つけたり、ライザの新作ができた時はいつでもロミーさんのとこに持ってくるんだよ。どこか行きてえのか。よし行くぞ。ちょっとだけ休、よし休んじゃおう。はあ、こんな感じかな。霧もいいし、少し休憩。フィー？ん？元気ないけど、どうしたの？お腹すいた？まさか、病気とか？
ライザ。あ、アンペルさん、リラさんいらっしゃい。ごめん、今はちょっと。これはリラの予想が当たったか。ああ、おそらくな。ライザ、少しいいか。あ、うん。リラさん？やはり。アンペル、あれを持ってるな。ライザ、これを使え。この生物を助けたければこれを使って薬を調合するんだ。え？事情は後で話す。今は私を信じろ。うん、分かった。フィ、少しだけ待ってて。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。次はどうしよっかな。お、いい感じかも。する方法を。それについては私から話そう。単刀直入に言う。お前たちがフィーと呼んでいる生き物、それはこの世界のものではない。お前たちが異界と呼ぶこことは違う世界、つまり私と同郷ということになる。異界の。でもフィーはオーレン族じゃないよね。当然だ。お前はあそこに住むのがオーレン族とフィルッサだけだと思ってるのか。私も目にするのは初めてだが、フィーと似た生き物について聞いたことがある。だが問題はそこじゃない。そいつはこの世界では長く生きられない。おそらく異界に漂う魔力がなければ生きられないのだろう。異界の魔力って。じゃあフィーを元気にしたのは。私が渡した石、あれは異界の魔力を秘めた石だ。
旅の途中で偶然手に入れたものでな。そういった事情だから、残念だが私が持っているのはあれ一つだけだ。でも二人なら異界の門がどこにあるか知ってるんじゃない？そこから異界に行けば。すまないライザ、調査はしているが私たちもまだこの付近では門を見つけられていない。そんな。あ、そうだ、遺跡の奥にある水晶、アンペルさんとリラさんも見たよね。遺跡の奥にあった大きな水晶、まだ見つけてない遺跡にも同じものがあるかも。落ち着けライザ、一体何の話をしている？遺跡にあった水晶に近づいたらフィーが元気になったの。その後水晶の光は消えちゃったけど、もし同じものがあればフィーを元気にできるかもしれない。あの水晶が。なるほどな。だが他の遺跡の場所は分かってるのか？それは今探してるところだけど。そうか、そういうことなら私たちも手がかりを探してみよう。ありがとうリラさん。どうしたアンペル？少し調べたいことができた。遺跡の手がかりは任せてもいいか？それは構わないが。アンペルさん大丈夫？気にするな、お前たちはお前たちのやるべきことをやれ。行くぞリア。ああ、またなライザ。うん、またね。どこに行こうかな。よー、ライザたちって本当にすごいわね。自分たちの冒険もあるのに掲示板の依頼もたくさん受けてるんだもの。好きなことやってるだけだよ。それでもこんなにいろいろやってたら毎日すごく忙しいんじゃない？そんなのゼフィーヌさんだって一緒だよ。このお店の接客毎日一人で回してるんでしょ？私たちよりすごく大変だと思う。前にも言ったけど、お仕事は楽しいから本当に大変なんかじゃないの。本当？人員が増えないことに結構イライラしてるみたいだけど。それはまあ、でも忙しくて大変だからってわけじゃないのよ。一人じゃやれることに限界があるし、新しい挑戦をしようにもできないでしょ。新しい挑戦ってどういうこと？具体的にはわからないかも。私もまだ考えてるところだし。ただ今って毎日同じことの繰り返しだから、何か脱却する方法がないかななんてね。まさかゼフィーヌさん、お店辞めちゃうの？それこそまさかよ。大好きなお仕事だって言ってるのに辞めたりなんかしないわ。でもね、ここに来るいろんな国のお客さんたちやライザみたいに冒険をしている人を毎日見ていると、私も何か新しいことに挑戦してみたいってそう思うようになったの。その新しいことって例えば？それがわからないから呆れちゃうの。仕事以外にやりたいこと、好きなことって一体何なのかしら。ゼフィーヌさんがそんな悩みを持ってたなんてちょっと意外かも。
好きなことでもそればかりだと物足りなさを感じたりしちゃうものなんだね。どこに行きますか？よし、行くぞ。いらっしゃい、ライザさん。ちょうどいいところに来てくれました。どうかしたの？いえ、この前のお礼を。ライザさんのアドバイス、とても役に立ちました。それならよかったよ。それと、私勘違いしてたみたいだから、そのことを謝りたくて。ごめんなさい。え？勘違いって何のこと？いいです、気にしないでください。とにかく謝罪しましたからね。パーティー、話があるんだが。お父様。でも今はお客様が来てるから。ウォルターさん、こんにちは。ライザさん、すまないが今は挨拶どころではない。パーティーに重要な話があるのでね。はい、わかりました。それでお話というのは？先日お前が楽しそうに露天街にいるのを見た。家庭教師のタオ君と二人きりでな。違います。二人きりじゃなくて、私もいたから三人です。ライザさん、論点はそこではない。貴族であるパティが平民の男と親しそうに歩いていたのが問題なのだよ。もしあの姿を他の貴族に見られたらどうなると思う？アーベルハイムの娘は平民と親密な仲などと噂されては、お前の将来に傷がつくんだぞ。とにかくこうなった以上するべきことは一つ、タオ君には家庭教師を辞めてもらうしかない。そんな、いくらなんでもひどすぎる。タオと仲良くしてるのを見られたらまずいなんて、そんなのタオに失礼よ。貴族には守らねばならん面目があるのでね。ライザさんにはわからないだろうが。わからないよ、そんなの。タオはとっても真面目だし、人に何かを教えるのだってとってもうまいんだよ。そんな理由でクビにするなんて絶対間違ってる。ライザさん、彼の代わりとなる家庭教師は今手配している。見つかり次第彼には辞めてもらう。これは決定事項だ。勝手すぎるよ、そんなの。わかりました、お父様。パーティー？うん、これも全てお前のためだ。分かってもらえて嬉しい。お父様にあんな強く意見した人初めて見ました。ライザさんは怖いもの知らずすぎます。どうして、なんで分かったなんて言っちゃったの？お父様が決めたことだもの。私が逆らえるはずないでしょ。わからない。だってパティはタオのこと、面目を守るためならば自分を押し殺さなければならないことだってある。ライザさん、これがあなたが羨ましがっていた貴族です。そんなに悲しそうな顔してまで守らなきゃいけないものなの？
どこへ向かうつもり？よし、行くぞ！どこに？どこ行くのフィー？何か見つけたのかもしれないよ。追いかけてみよう。ボス？こんなところで剣の稽古？ダメだよフィー、今はちょっと話しかけない方がいいかも。ああ、今は邪魔しない方がいい。しかし、あいつも分かりやすいやつだな。もしかして、レントがこの前言ってたのってこのことだったの？ああ、あの様子からしてこっちに来てからほぼ毎日剣を振ってたんだと思うぜ。3年も一緒にいたのに全然気づかなかった。気づかれないようにやってたんだろうさ。あいつらしいっちゃらしいけど。やっぱりヒロさんに会いに行きたいから剣の稽古してるのかな。それくらいしか理由が思い浮かばねえけど、ちょっと異常だな。異常ってボスが？あいつ昼間はずっと勉強ばっかしてて、部屋に戻っても勉強尽くしだろ。そんな中で3年間剣の稽古を続けてるんだ。あんなに手がボロボロになるほどにな。はっきり言って尋常じゃねえよ。キロさんに会いに行くのにあそこまでするか？それって何か他にも理由があるってこと？さあな、そこまではわからないけど、会ってもらいてえよ。くそ、まだまだだ。俺だってあんなストイックに稽古できるかわからない。自信なくすぜ。キロさんに会いに行くこととブルネン家の跡継ぎになること、それ以外にボースがあんなに頑張る理由、そんなの本当にあるのかな。どこに行くの？よーし、行くぞ！これじゃダメかな。アンペルさんが持ってた魔石はもうない。遺跡が見つかれば手がかりがあるかもしれないけど、フィーが元気なうちにこっちでも生きられるか異界に返してあげる方法を見つけなきゃ。できる力が、新しい遺跡が見つかればきっと。元気づけてくれてるの？ありがとう。うん、そうだ、落ち込んでる私なんて私らしくない。タオのところに行ってみよう。もしかしたら何か手がかりが見つかってるかも。
こに行きますか。よーし。ライザ、ちょうどいいところに来たね。どうしたの、デニスさん。コンテストの結果が出たんだよ。それで早くライザに伝えておきたかったんだ。それでそれでどうだった？何かしら賞を取ったんでしょ？いや、確かに僕も優勝を狙ってたんだけど、困ったな。伝えづらくなってきた。あれ、もしかして何も取れなかったとか？そっちの方がまだマシだったかもしれない。僕の作品失格だったんだ。落選よりひどいじゃん。どういうこと？いや、それがさ、材料として使ったあの金属がいけなかったんだよ。なんで？まさか名前がない金属だからなんてことないよね？というよりもライザ、あれが本当に金属だって証明できるかい？証拠とか。え？そんなのはないけど。そう、それなんだよ。あれが金属なんだって証拠がどこにもないんだよ。見た目や触り心地は金属のそれでも、もしかしたら金属じゃない未知の物質かもしれないだろう。検証しようにもあの金属の余りはない。おまけに偶然手に入ったものだから、採取して検証することもやっぱりできない。だから審査員の人たちも判断に困っちゃって失格になっちゃったんだ。そんな、あんなに苦労して見つけたのに。盲点だったな。まさかこんな理由で失格になるとは思っていなかったよ。残念だったね、デニスさん。気持ちは優勝するつもりだったからね。正直ちょっとショックではあるんだけれど、ありがたいことに作品の出来に関しては素晴らしいって言われて、ちょっと話題にもなったんだ。今回はそれで満足しておくよ。それなら次の大会では優勝も夢じゃないよ。ああ、今度こそ絶対優勝してみせるよ。ねえ、どこに行くの？よーし、行くぞ。